要だな、官兵さん。次の戦に勝てば、ついに俺たちの天下だ。ああ、そうとも。朝鮮たちの天下だ。朝鮮たちの…いやいや、泣くにはまだ早いんじゃないの、官兵さん。ということは、長かった穴蔵生活とも、いよいよおさらばってことか。そうなるよな。割と快適だったよな、穴蔵って。そこら中掘ってつなげたしな。大したもんだよ、俺たち。なあ、官兵さん。ああ、小生たちもこの穴蔵も本当に大したもんだ。よし、行くぞ。明るい未来が待つ眩しい太陽の下へ。行くぞ。くせ者か。待て、姫御瀬は今お祈り中だ。鈴を鳴らして邪魔をするわけにはいかんぞ。聞こしめしませ、卑弥呼様。この国の先を見せてください。どうやら先見の巫女は奥にこもっているようですな。卑弥呼様はリンリンとおっしゃられています。あれ、姫御前が鈴の音に気を取られてしまう。祈祷の邪魔じゃ。姫御前の邪魔をさせるものか。小生の月、こんなところで使いたくないんだから。そうそう、たまには頭使わず行こうや。バカ。ほらほら、走れ走れ、お前さんたち。へいへい、やりゃいいんでしょ。打ちのめす。鉄柱痛そう。小生を相手に選ぶとは見下げた志だね。運を祈る。いざ進撃。卑弥呼様のお告げで前になくしたかんざしが出てきました。少々騒がしくなるかもしれぬが、心を乱すな、ヒミ。お前さんたちの月をいただいたぞ。必ずや勝てる、勝てる、勝てるのだ。タダカ、座れ。お約束だ、お約束だ。ちょっとばかり負けてる方が調子いいよな、俺ら。どうか姫御瀬と仲良くしてやってはくださいませ。外の世界は騒がしすぎるんだよな、目まぐるしいし。わしの許可を取るのじゃ。
緒に晴らすんじゃ。墓穴掘っても掘り抜けて突き抜けたなら勘兵衛さんの勝ちってなもんよ。まもなくです。ご神託がもうそこに。気を引く。さらなる速さで追い詰めろ。卑弥呼様、孫一姉様みたいに私を大きくしてください。ちょんまげが足りなかった。俺は置いてけ。もう走れねえや。背骨を折られたくなきゃ逃げるこったな。和田摘み様と卑弥呼様って喧嘩したりしないのかな。まずはそれがしが行く。おのやつの泣きどころを見極めよ。ご神託通りにしていればみんな幸せになるのでしょうか。ありゃ、ついてるな。官兵衛さんらしくもね。大丈夫ですかい。さあ、俺の肩につかまって。お約束だ。足かせじゃなくてまだ良かったと思うぜ、官兵衛さん。我らの未来は我らが選ぶ。あまたの戦場を切り開く。それが彩花の生き様だ。彩花様、我らも援護を。いいだろう、今が機だ。枷の鍵が落ちてるかもしれん。探しながら進むんだぞ。乗り込んでくるだけはあるか。認めよう。お前の生き様はなかなか興味深いな。我らと道は交わらないが。道？確かに地上と地下じゃ交わりようがないな。獣は火薬を警戒するな。お前たちはどうだ。お前さんは運がいい。小生に倒されるんだからな。ここまで深く切り込まれるとは。予想の外だ。配下に先立たれることなど虚しいことはないな。切るな。やつが倒れようとまだそれがしがおる。この鉄球こんなに軽かったか。お前さん、小生の邪魔をして楽しいか。恨むなら恨め。それも契約のうちだ。運に愛想を尽かされたな。いい君だ。見てみよう。
お前の力は我らと互角、それ以上だ。ぶん回しゃ勝ちだ。満順極まりないだろう。背中は撃ち抜かない。引くなら今のうちだ。それでも暴れるのは性に合わないんだ。制覇だからな。この程度どうということはない。寝かせとった官兵衛さんを見てみたいね。4代目だ。我らはお前と共に。ほとんど不利。よーく見てろよ。ねえねえ、あなた、邪馬台国ってご存知ですか？何度鳴らしても姫御前の心は揺れないぞ。守るのだ。もとよりそれが武士の習わし。なあ、あんた、万能鍵とか持ってねえか？なんじゃが、姫子とやらはうさんくさいの。姫御瀬が幸せであればそれでいいのですよ。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だから
ズバババババババーッと振り払っちゃいますよ。どうした勘兵衛さん、なんか悪いもんでも拾い食いしたのかい。なあお前さんたち、地下での暮らしはどうだった？楽しくなかったか？小生もこんな穴蔵クソくらえと思っていたが、お前さんらとひたすら手足を動かして、なんだかんだで毎日が楽しかったよ。勘兵衛さん、決めたぞ。これからも掘って掘って掘りまくって、この星の地べたに穴蔵大帝国を打ち立ててやる。それ俺も手伝うぜ勘兵衛さん。俺だって。よし行くぞ。妖精たち黒田軍の戦いはこれからだ。